フンドロとは、鉄道において、線路構造の老朽化または異常を示す現象の一つ。線路上に泥が吹き出たように見えるためこの名がある。鉄道線路に発生したフンドロ。通常、鉄道の線路と呼ばれているものは、鉄道工学上は軌道という。一般的な軌道構造は、天然の地表を切り取り、または土を持って路盤を形成し、 その上に採石を敷いて、銅床とし、枕に及びレールを敷く、バラスト軌道と言われるものである。フンドロは、このバラスト軌道の場合に発生し、コンクリートや鋼への直結軌道には見られないが、不陸のある路床に直接、コンクリート路盤を設置すると稀に発生する場合がある。フンドロ発生のメカニズムは、以下の二通りに分類される。路板フンドロ、地下水上昇や、 長期の浸水等で柔らかくなったり、あるいは、長年列車振動などで荒らされた、路盤表面の土が、泥となり、列車荷重など圧力がかかった際に、バラストの隙間を上昇し、銅床表面に噴出する。銅床粉泥、長年の列車振動により粉砕されたバラスト粒や、バラスト布設時に混入した土、または、外部から持ち込まれた人海等が、泥となって、 バラストの隙間を塞ぎ、固結する。フンドロが発生すると、レールと枕木を柔らかく支えている、バラスト同士の弾性力が失われ、軌道変上の危険性が大きくなる。よって、フンドロが発生した場合は以下により補修しなければ、ならない。また、フンドロを発生させないようにするには、路盤表面に適切な排水勾配を設けて、水はけを良くしたり、路盤表面を アスファルトで舗装する強化ロバンとする方法がある。軌道法上の軌道とは別。付録。平らではなく凹凸があること。ありがとうございます。